福山良樹、福山良樹、福山良樹、1963年9月14日帯は、日本のミュージシャン、ギタリスト、作曲家、編曲家。神奈川県鎌倉市出身。血液型は A 型。身長172センチメートル。相性は、福山さん、福ちゃん。シャングリラ、ロコスミュージック、スリーナインエンタテインメントを経て、現在は、 モージョスと所属。幼少の頃よりピアノを習い、その後ギターを覚えたのがきっかけで、本格的に音楽への道を目指す。テレビアニメ、マクロス7の主題歌、吹き替え、ボーカルに起用されたのをきっかけに、数々のアニメのオープニング曲やエンディング曲を担当する。学生時代より、他、ダルトン工業、コー弱、ンジャク、ドクターエイロス。 ミスティマインド、ザマミーローズなどのバンドで活動する。1988年、幼馴染みである小谷俊之と二人で始めたバンド、マップスをきっかけにハミングバード、ハミングバードを結成。当初はギター二人、ベース、ドラムという四人編成で活動していたが、ギター、ドラムが脱退し、サポートメンバーを含めての活動が続く。1990年、 アクシアミュージックオーディションにて歌部門最優秀賞を受賞し、これをきっかけに1991年5月21日にメジャーデビュー。それ以前は数々のアルバイトやヤクルトでトラック配送の仕事をしたり、古屋と共に地図制作会社に勤務しながら音楽活動を続けていた。1992年サポートドラマーであった麻生昌一郎が正式加入し、 ロックトリオバンドとして活動を活発化させる。1994年バンド活動の中アニメソングの制作も手掛けていた中村雄介の推薦を受け制作会社の選考を経て福山単独でテレビアニメマクロス7の主題歌吹き替えボーカルを担当する。放送開始当初主人公である熱気バサラのボーカルを福山が担当していることは 公表されておらず、1995年5月21日、日本青年館で開催されたイベントに、ヒロインである、ミレーヌ・ジーナスの吹き替え、ボーカルを担当する知恵梶浦と共に出演。ここで初めて、いわゆる、歌わさらであることが、公となる。同年6月7日にファイヤーボンバー名義で、アルバム、レッツ・ファイア、をリリース。このアルバムは、 第10回日本ゴールドディスク大賞、アニメ部門、アルバムオブジイヤーを受賞。その後、ファイヤーボンバー名義、ハミングバード名義のシングル及びアルバムを数枚リリースする。2000年5月、渋谷 ON Air East でのライブを最後に、ハミングバードを解散。その後、ソロとして弾き語りやバンドによる、コンサート、ツアーミュージシャン、レコーディングセッション。 レコーディングプロデュースなど幅広く活動する。2003年3月、ジャムプロジェクトに加入。10月には、初のソロアルバム、叫ぶ、男の肖像をリリースし個人活動を活性化。ソロジャムプロジェクト双方でのライブ活動は、アジア、アメリカ、ヨーロッパなどへも広げている。ソロ名義として、テレビアニメ、オーバーマンキングゲーナー、武装錬金、仮面のメイドバイ、 pc ゲーム置き場がない放課後の不適格者などの数々の作曲歌唱を担当武装連勤のオープニング主題歌となった真っ赤な誓いは原作者の和月津信弘及び監督の加藤隆夫からの指名によるものであった2002年牛島正人とのユニットワイルドボックス2008年熱気バサラ役の声優神奈延年とのユニット福神 2012年、鉄郎とのユニット、トルバドールギターズなどを結成し、ソロの他にも様々な形での音楽活動を展開している。2005年5月29日より、東京、大阪、名古屋で、ツアー、ファイヤーボンバー2005、エイトリビュート2ネッキバサラを開催。初日の東京公演にて、バサラギター、初代が初披露された。一曲目で、 マイクスタンドにぶつけ、ヘッドが折れるが、ヘッドレスのギターを改造したものであったため、演奏を続けることができた。2011年5月、デビュー20周年ツアーを行う。最終日の5月22日、渋谷をイーストでの公演には、古屋が参加し、人よ限りのハミングバード再結成となった。また、このツアーから、ESP 製のバサラギター、2台目が使用された。 2013年2月11日の大阪城ホール2月24日の横浜アリーナで開催されたジャムプロジェクトの公演ザ・モンスターズ・パーティーにて実際のステージでは初のドラム演奏を披露する事前にランティスから電子ドラムを借り麻生によるレクチャーを受けて特訓サージェントペパー風の衣装をまとい満員の監修を前に演奏を行った 2014年11月1日、所属事務所を39から旧地の中である佐賀江康隆が設立した、モージョスト2遺跡。2015年3月18日、ランティスよりアルバムマグノリアを発表。ジャルジャル、倉本光と共に、モジャモジャルジャルを結成し、2016年11月28日にオリジナルソング集、ジャルカ全集の配信を開始。 12月にはライブを行った。5歳から10歳までピアノを習い、音を聞き取ってアニメの主題歌や映画音楽を弾いていた。ギターは11歳の誕生日に買ってもらい、音楽大学に通っていたいとこの姉に基本的な抑え方を教わり、あとは独学である。12歳の時、病院の待合室のテレビで、ビートルズの映画、レッド・イット・ビーを見て、ロックに目覚める。その後、 フィルムコンサートに騎士の動きを観察、家に帰って、チョーキングを試すといった方法で上達。アマチュア時代は、ほとんどのバンドで、ギタリストとして参加。ボーカリストになるつもりはなく、あくまでギタリストになりたかったという。なお、中学時代は、サッカー部に所属していた。高校受験の際、公立高校1本に絞り、 滑り止めの私立校を受験しない代わりにエレキギターとアンプを買ってもらうことを親に確約させ、県立高校に合格する。こうして初めて手に入れたエレキギターがグレコ5-1000であり、クヤトネ ZIP200 というアンプ込みで10万円であった。1984年、オービリン大学経済学部に入学。軽音学部にも入部したものの、初期校はあまり大学へは通わず、 アルバイトやバンド活動に時間を費やしたという。1986年には大学を助籍となる退学届を提出せずに辞めたため。1988年8月、アルバイト先、レンタルビデオ店の先輩であり、大学時代から交際していた福山京子と結婚した。シャングリラ、ロコスミュージック在籍時は担当マネージャーがおらず、京子が、 実質的なマネージャー兼ローディーであった。作詞のほか衣装、グッズの売り子、カメラマン、音響、照明に至るまで幅広く担当していた。愛用しているギターのフェンダーストラトキャスターは1972年生で1983年に購入。アンプはデビュー当時から一貫してボックス AC-30 を使用している。ソロアルバムの多くで、 ドラム以外のほとんどの楽器を自ら演奏し、作曲、編曲もほとんど自身が担当している。同期、半桶を導入した演奏を好まず、あくまでも生演奏にこだわっている。ソロ活動開始以降のバンド編成は概ね、固定されており、ドラム、麻生翔一郎、ベース、鉄郎、キーボード、横田明、ボーカル兼ギター、福山吉樹の4人という構成が主である。 初代キーボーディストである今井俊がユニットアンティカトイとしてメジャーデビューするのを機にバンドを脱退。公認として秀子と鈴木秀俊が2代目鍵盤担当として加入したが在籍期間は短くバンドメンバーとして活動したのは実質2005年に開催されたツアーファイアボンバー2005エイトリビュート2ネッキバサラのみである。 ヒデの脱退理由については詳しく語られていない。その後、一時期トリオでの活動期間を経て、2007年、アルバム、イエローハウスの制作及びツアーから横田が三代目、鍵盤担当として、加入、現在に至る。バンドのメンバーを称して、福山バンド、海バンドと呼ばれているが正式な名称は特に、定められていない。2008年3月2日、ジャムプロジェクトのツアー、 ノーボーダー、東京公園にて、ステージで点灯式材に激突。右鎖骨を粉砕骨折するもアンコールの最後までステージに立ち続け、終演後に救急車で搬送される。同ツアーの残りの公園にも、不詳のまま参加した。この時の骨折、及び手術、リハビリ、また、同時期に制作していた、復元における苦労話は、 しばしばライブ中の MC ではライ話として語られることとなる。なお、この時入院したのは31年前、その時も骨折に待合室でレッド・イット・ビーを見てミュージシャンを志した時と自病院であった。2012年6月9日、トルバドール・ギターズのツアー中、大阪公演終了後の夜にマネージャーに頭痛を訴え、病院へ救急搬送。 雲膜下出血で緊急手術、そのまま入院となり、生死の境をさまよう。奇跡的に後遺症もなく7月2日には退院。9月1日、ツアー、シングスファイヤーボンバー、エイトリビュート2ネッキバサラの福岡公演で、ステージに復帰した。ハミングバードのセカンドアルバム、タイムレスの希少化による価格高騰について、福山は、お金に困ったら、 売ろうと思いますと笑い話にする一方、正規の価格をはるかに超える高額で、ファンが購入することに心を痛めており、デジタル配信が決まった際には、非常に喜んでいた。ハミング・バードがオープニングテーマを担当した、ネクストセンキエジスの音楽などを手掛けた、作曲家のダ・アキラブンは、ミスティ・マインド時代のキーボーディストである。 動物好きでペットを絶やしたことがなく、一時期は猫を7匹同時に飼っており、雑誌、猫の手帳にて特集されたこともある。また、チワワを飼っていたことから、自宅スタジオ、アップルヘッドタジオと名付けた。ハミングバード時代からの代表曲である、猫ココシャンを筆頭に、飼っている、または過去に飼っていたペットが、タイトルや歌詞に登場する楽曲が多数ある。 卵サンドを食べることができない。卵そのものが嫌い、苦手というわけではないが、卵サンドは本人によれば、ゆで卵を潰して、マヨネーズであえたものがゲロみたいだからという良しで、徹底して避けている。視力は低く、日常ではメガネを、ステージに立つ際は、コンタクトレンズを使用していることが多い。2003年3月より活動、ジャムプロジェクトの功を参照。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。